今日午前1時くらいに岩手にいるだち黒人から電話があった。ちなみに俺は東京人。お互い23。マイガ。ヘルプミーセドフヌルブブン M。NJKL。落ち着け、聞き取れん。アパートが揺れた。ん？地震？ネットで確認する。ああ、俺寝てたから気づかなかった。結構でかかったぽいね。結構なんてレベルジャグ作る。オーケー、落ち着こう。なんか怪我とかした？物壊れた？本棚から大量のゴーストスイーパー美人が落ちてきた。あとパトレイバーも。サンデークリアオツ。まあ一応ガス漏れとか気をつけろよ。そんだけ。すっごい揺れたんだよ。チャイニーズレベルだよきっと。四川省の？確かにそうかもね。あれで何万人も死んだんだ。きっと大学の同級生も、大丈夫だと思うよ。俺も、きっと明日から生活できないよ。水も食べ物もなくなるだろうし、電気だっていつ止まるか。このアパートは大丈夫かな？倒れたりしないかな？俺にはわからないから、明日大家さんに聞きな。水と食べ物は不安なら、今から買いに行ったら？やだよ。今、外出たくないよ。危ないよ。米ではこういう時暴動が起きたりする。まあさすがに今はコンビニも商品が散乱してるかもな。まあとにかく大丈夫だから落ち着いて寝ちゃいな。パパーママー地震マジ怖えよ。23歳児かお前は。助けに来てくれよマジで。ほんと地面が揺れたんだよ。なんでまだ立ってるんだよこのアパート。おやすみ。なんか困ったらまた電話して。ガチャ。んで、今朝9時ごろ、近所の小学生どもが投稿してる。お前らの国どうなってんの。その後、黒人は、死者どころか、6歳の女の子が転んで、怪我をしましたと、報道してるテレビを見た後、大学をサボって寝たみたいです。